はい、こんにちは皆さん。1歳記念日のはっちゃんミュージシャンになるを撮ってみたいと思います。1歳バースデーの赤ちゃん撮影してレタッチ、今回はこれをやります。はっちゃんミュージシャンになるをこれから頑張って撮りたいと思います。ハッピーワンイヤーズオール、コングラチュレーション、ハッピーハッピー。ではお願いします。こんにちは、写真家の高潔和義です。ボンジュールフォトチャンネルでは写真、カメラ、アート、画像編集などに関する番組を毎週配信しています。皆さんの人生や写真文化向上にお役に立てれば嬉しいです。番組を見ていただき、参考になるなぁ、また見てみたいなぁと思われたら、ぜひチャンネル登録お願いいたします。また番組へのコメントも大歓迎です。私の勉強の励みになります。今回の赤ちゃんモデルははっちゃんです。この数日前に屋外スタジオでシャボン玉や水を降らせて撮影しました。この日が本当の1歳バースデーという女の赤ちゃんにいろんな楽器を与えて音楽を華麗に奏でてもらいます。私はそんな赤ちゃんの撮影をいたします。親さんたちも演奏に加わり、1歳児とセッションする楽しい場面もありますよ。モデルのはっちゃんをマタニティから撮影した動画はすでに4本配信しています。ぜひそちらもご視聴ください。胎児から1年ちょっとの成長の記録でもありますが、立って歩き始め動きが激しい子をうまく撮れるでしょうか。いろんな工夫が必要だと思います。皆さんの赤ちゃんや幼児さん撮影はどうですか。ご意見ご感想などあればコメント欄にお寄せください。今回のスタジオライティングセット図です。光源はストロボコ2つです。キーライトのストロボ A には寸胴型ソフトボックス、モデルさんを挟んで対角線上にあるストロボ B には長方形ソフトボックスにハニカムグリッドをつけてあります。大変シンプルなセットです。ストロボ光は太陽と LED 光に置き換えてもできると思います。カメラ初心者の方もライティングの参考になれば嬉しいです。この動画はカメラ初心者やカメラで自分を表現したいなと思えるように、できるだけ多くの撮影シーンやその場の会話のやり取りや撮影シーンごとの写真、最後に撮影データ、使用機材などを紹介しています。参考にしてください。番組後半には今回撮影した画像を使って Photoshop CC をメインにした画像編集レタッチ手順も紹介しています。ぜひ最後までご覧くださいね。赤ちゃんがおもちゃの楽器に飽きてきたら、あの手この手で興味関心を持たせ続けます。1歳児赤ちゃんどう動くか、どっちに向くか、想定外もあります。しかし私との撮影は5回目です。なのではっちゃん自身、自分は撮影モデルをしているのだなぁと分かっていると思います。撮影してて私はそう感じます。もう立って遊べるようになっています。日ごとにその進歩は早いですね。羨ましいですね。モデルポーズもちゃんと本人なりに撮れるようになっています。違う声をかけて指示をすると、それなりにカメラ目線やポーズを撮ったり楽器演奏を励んでくれます。今回いろんな楽器を用意しましたが、幼児用のアコーディオンはまだ無理なようでした。ラッパも上手に吹き、木琴も力強く叩けますね。自分の演奏シーンを見て撮ってと言っているかのようです。きっとそうなんでしょうね。はっちゃんが何と言ってるのか、まだ発する声の中身は私には分かりませんが、確かなことは褒める言葉を投げかけるとさらに頑張ってくれます。子供も大人ももともとそういうものなんでしょうね。すごいシーンが撮れました。この柔軟なポーズすごいですね。赤ちゃんにとって足も手も同じなんですね。恵まれた身体能力を、この子は今後それをどう生かすのでしょうか。今回の使用レンズは24-70 ズームレンズと 135mm の単焦点です。背景も天井も白くよく光が回りますが、2つのライトが活かせる動きの瞬間にシャッターを私は切ります。楽器に飽きたら今度はスモークマシンを使います。スモークが出てくるのを見るのは生まれて初めての経験でしょう。当たり前ですが赤ちゃんは興味津々、気になって仕方がないようです。
お母さんも思わずスマホで撮っています。赤ちゃんはスモークの安全性を恐る恐る確認しています。お母さんはそれを撮っています。私はそれをこう撮りました。スモークでスタジオ内がミスト状態になってきました。換気扇や扇風機なども使うとうまくスモークが適度に流れ漂ってくれると思います。スモークマシン用の液体にはライトとヘビーの2種類があります。今回はできるだけ下に漂うようにヘビータイプを使用しています。この芯をよく覚えておいてください。この時の撮影画像を後ほどレタッチすることにします。シャボン玉撮影の時はシャボン玉を追いかけ捕まえようとしましたが、今回のスモークの出るところまでは近づかなかったですね。ミスト状態のスタジオでミュージシャンになって演奏が再び始まりました。それでもスモークマシンは気になるようですね。シェーカーのように振ると音が出るもの、叩いたり吹いたりすると音が出るものは1歳児には向くのでしょう。一生懸命演奏演技パフォーマンスをしてくれてます。キーライトが当たらない前方まで近づいてくるようになりました。なんと立ち上がって演奏しようとします。私はこの時とばかりにシャッターを切ります。手も足も使って音を鳴らそうとしているように私には見えます。手、足、表情、体や顔の向きのベストショットタイミングを逃さぬように常に準備し続けます。クラップやヘン、手拍子もできます。スタジオ内のストロボ発光ですから今回は連射はできません。ストロボのパワーチャージ音が鳴り止んだらいつでもシャッターチャンスです。お母さんの赤ちゃんへの声かけは大変助かります。この子の入門フォト撮影でも驚きましたが、この子の足技はすごいですよ。演奏も佳境に入ってきました。ポーズを取りながらの演奏も大変上手ですね。今度はさらに両手足を使っての演奏意図は十分伝わります。これだけ集中できる力はすごいですね。私も頑張って撮っています。ここからみんなも音を奏でてはっちゃんとセッション演奏が始まります。赤ちゃんの右側に本が置いてあるでしょ。楽譜のつもりで本を広げています。天才ミュージシャンへの入り口かもしれません。スモークマシンを気にしながらも今度は皆さんの演奏を聞き入っています。私はそれを真上から撮っています。被写体により近づいての撮影です。レンズは24-70 ズームレンズ使用です。できるだけレンズに視線が来るように私が構えているカメラの上からアコーディオンを鳴らしてもらいます。今度は大人の演奏者も私も左へ移動して頭上からの撮影です。最後にもう一回スモークマシンを使って赤ちゃんを動かします。そして今回の1歳児天才ミュージシャン撮影は終わります。1歳誕生日のはっちゃん、お疲れ様でした。なんか言ってるんですけど嬉しいんでしょうね。この後はっちゃんとの漫才のようなトークをします。はっちゃん今日はありがとうございました。今日はいい写真が撮れたかどうか分かりませんが、あの1年も経つと撮りづらいです動くのでまだね、赤ちゃんの時が一番楽でだんだん難しくなってきたんでね、私も頑張って写真堂を磨きますね。あんたはいいね、あの試練を与えてくれてます、ね、全国世界中のはっちゃん皆さん、サブスクライブマイチャンネル、ありがとうございました。これがビフォー&アフター画像です。スモークの中にいるこの赤ちゃんの写真を編集します。まずはカメラロー現像画面です。あらかじめ大まかに現像しておきました。どこをどのように現像したのかは各パラメーターの数値を見てください。カメラローフィルターで
トリミングも行っています。カメラローフィルターで現像が終わるとフォトショップ編集画面でレタッチしていきます。レタッチ法や手順などはたくさんあります。今回は私の一つのやり方だとご理解ください。画像編集手順はカメラロー現像、フォトショップ編集、ニクコレクション、それぞれ画面内のポインター、ツール、変形モード、ブラシ、画面右下にあるレイヤー、ヒストリー、選択ツール、フィルターなどの動きや各種設定数値などをご覧ください。参考になる部分があれば嬉しいです。今回はスモークで霧がかかったような画像と白背景の白いスモークをどう表現するかが一番のポイントになるレタッチだと思います。まずは画面上の動き、画像変化をご覧くださいね。背景コピーレイヤーの上に調整レイヤー内のトーンカーブ、明るさコントラスト、露光量などのレイヤーを作ります。新規レイヤーを作成、ブラシツールのスモークを選択し、白背景では映りづらいスモーク感をプラスしていく手順に入ります。このスモーク感作りには各種変形モードを多用し、レイヤーマスクと白黒円形ぼかしブラシで仕上げていきます。詳細手順は編集画面内で確認ください。ここでスモークレイヤー以外のすべてのレイヤーを統合、統合された背景レイヤーだけをカメラローフィルターでレタッチしていきます。スモーク感をより表現するためです。このやり方が効率的かは分かりません。他にもやり方があると思いますが、今回はこの手順でレタッチしていきます。カメラローフィルターからフォトショップ編集画面に戻りました。背景を暗くしておいたので見やすくなったレイヤー1のスモークレタッチが大変やりやすくなりました。レイヤーマスクと白黒円形ぼかしブラシでスモークを仕上げていきます。さらに変形モードを使います。次に背景レイヤーを明るくし、トーンを整えていきます。スモークのレイヤーの上に新規レイヤーを作成し、白色円形ぼかしブラシで色を塗っていきます。レイヤーを統合、カメラローで画像編集します。色調が整ったらフォトショップ編集画面に戻ります。最終段階です。ニクコレクションにプラグインし、いくつかのフィルターを重ねていきます。重ねる量はパラメータをご覧くださいね。フォトショップ編集画面に戻りました。画面右下に作成されたニクコレクションレイヤーを 50% に設定、背景レイヤーと統合します。はい、これでレタッチ完成です。この時のカメラ設定は全て記載の通りです。モデルのはっちゃん、お父さんお母さん、大変ありがとうございました。撮影機材は記載の通りです。 BGM は自作しています。皆さん、最後までご視聴大変ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタンもお願いいたします。ボンジュールフォトチャンネルでやってほしい要望や
感想などはコメント欄に書いてくださいね。大歓迎です。これからも皆さんに分かりやすく新鮮な切り口で写真に関する動画を配信していきます。次回動画配信をお楽しみに。今回はこれまで。ではまた。 See you again.